NPO 法人高卒支援会は、不登校、高校中退、引きこもりの救済を目指す特定非営利活動法人。何らかの原因で進学に困難な子どもたちの高校進学、転校相談や東京都の補欠募集制度を全国的に広めるための広報、PR 活動を行っている。2010年4月に設立。 不登校、高校中退、引きこもりの救済を目指し、子どもたちが規則正しい生活をし、自信を持ち、自立し社会に貢献できる未来を実現しますを、教育理念とし、不登校、引きこもりの状態にある中学生、高校生が高等学校を卒業できるよう、支援している。教育相談では、都立高等学校の補欠募集制度、 通信制高校などを活用しつつ、高校への進学や転校に関してアドバイスをしている。相談件数は年間450件ほど。広報、PR 活動では、補欠募集制度や通信制サポート校などの環境を整えることで中退者を減らすよう呼びかけている。2010年4月に、都島 NPO 推進協議会の協力で NPO 法人を設立し、 2015年9月より、養老の滝株式会社より、教室の無償提供を受け、学習塾、フリースクール、通信制高校サポート校を展開している。2016年5月より、新宿エルタワー18階、レック東京リーガルマインドより、教室の無償提供を受けている。また2018年度からレック東京リーガルマインド、水道橋本校にも、 教室の無償提供を受け活動している。ありがとうございます。